あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。人生が好転するときに現れる前兆サインです。病気になるです。この病気になるっていうのは最も運気が悪くなるようなことの一つではないでしょうか。えー、そんな病気になって運気が良くなるのってことだと思いますが、病気になるっていうのは今までのそのパターンを手放すいいタイミングなんですね。 例えばそれが癌になったとすると、それは今までの生活習慣とか、まあもちろん体質もあると思いますが、それが積み重なって癌になっているわけです。脳梗塞とか心臓麻痺っていうのも急になるわけですが、それまでに不摂生の期間があったり、あるいはストレスを溜め込むような生活があった、その上に起きているわけです。なので、そういったパターンを全部ひっくり返すことができるっていう意味では、病気っていうのは 人生が好転していくときに現れる,る前兆の最も最たるものかなというふうに思います。あなたはこれまで入院するような病気になったことは何回ぐらいあるでしょうかもし今までほとんど入院するような病気になったことがなければとてもラッキーなことだと思います。まあそうは言ってもですね30年40年50年生きていると病院に入院しない人の方が少なくなってくると思います。 人生一回、二回は大きな病気をすると思いますが、その時にですね、人生を見直す。すごくいいタイミングになるんじゃないかと思います。僕の周りでも、脳梗塞で倒れたり、心臓発作で倒れたり。あるいは、がんが見つかって、しばらく療養している人たちっていうのはたくさんいます。その一月、二月、あるいは半年、一年。人によっては三年ぐらいの流れの中で、初めてですね。人生をじっくり見直して。 そして自分の食生活とかあるいは人生の習慣を見直してまず最初に思うのが運が悪かったな何が悪かったんだろうどうするべきだったんだろうっていう後悔が先に入るようです。そしてしばらく後悔をしたり一人反省会をした後に、さあじゃあどうするべきかな、そこから健康をですねしっかり取り戻していく人もいますし、えー、せっかくそうやってサインが来たのに。 それを見逃してまた2回目倒れる人も実は結構たくさんいます、えー。賢い人は1回倒れた後に自分の健康を管理して何とかしなくちゃと思って実際にそれをずっとその後もできると思いますがなかなかですね、えー、そういう人の方が実は少数派で、えー、1回倒れた人も、えー、しばらくすると、まあ、僕の今までのいろいろ聞いた感じだと1年半ぐらいすると 喉、えー、元過ぎればっていうか感じで大変だったことを忘れ元に戻り仕事で忙しかった人はまた同じペースで仕事をして体重が戻ったりあるいは、えー、お酒の習慣が戻ったり、えー、そしてですね接待の生活になってまた2回目倒れるで多くの人たちはここで何とかしなくちゃっていうふうに思うんですが、えー、その病気っていうのは人生を変える最も大きなきっかけになるそういうものだと思います。 いずれにしてものれまがリセットされます。しばらく入院している間に普通の人でも数キロは痩せるでしょうし食生活を見直したり一番大きいのは仕事関係そして人間関係をもう一回再構築しようとすることじゃないでしょうかそれがですねまさしく人生が好転する大きなきっかけで今まで適当だった例えば夫婦関係とか あるいは仕事の関係とか、あるいはなんとなくだらだら接待に時間をかけてたり、従業員の人、あるいは仕事仲間と飲み会をやってたのを減らしたりだとか、そういったことによってですね、人生を好転させていく人たちはたくさんいます。けれども、病気になったらそれは確かに運気を好転させるきっかけになるんですが、病気になったら全ての人がそれができるかというと、残念ながら、 そうではないというのがこの人生の面白いところですね。大体平均2年ぐらいするとまた元の状態に戻って、そして2回目のダウン。まあ言ってみれば人生はまあ野球とも似てますし、ある意味ボクシングと似てると思いますが、1回2回はダウンしてもなんとかチャッチを選ばればいいんですが、野球で言うと3回目でアウトになるわけですよね。なので1回目倒れた、そして1回元気になった。 そして不節制して2回目に倒れた。ここで持ち直せれば、ここからぐんぐん運気が良くなるんですが、やはりこれでも持ち直せない人は本当に3回目のダウンで亡くなってしまう人が多いというのが僕の見立てですね。なので、運の神様って優しくて、1回、2回はスリップダウンとか、それは認めてくれるんですよね。なんですが、そこでちゃんとレッスンを学ばないと3回目がやってくるという意味で、この病気に関して言うと、確かに人生を変える。 素晴らしい天気にはなり得るんですが、お金がなくなる、仕事がなくなる、パートナーと別れたり、ご両親がね、なくなるとかっていうのに一番、ちゃんと自分で向き合いにくいのが、この健康なのかなというふうに、僕は個人的に捉えています。なので、今まで1回病気が、をされた方は、2回目がないように気をつけていただきたいと思いますし、2回病気でダウンしたことがある人、例えば30代で1回、 40代で1回入院したことがある人は3回目はないと思っておいた方がいいと思います。そしてもし、このですね、1回目のダウン、2回目のダウンで人生を大きく変えるっていうふうなことができたとしたら、あなたがなんで生き返ったのか、なんで死ななかったのか、そこには必ず意味があります。あなたの人生の目的につながっているようなことがちゃんと残されていると思います。それをやりきらなかったので死ねなかったとも言えると思います。 なのでぜひあなたが今回の人生で生まれてきてやるべきことをやってください。それがあなたの魂レベルの喜びにつながりますし豊かさにもつながりますしあなたの生きる意味にもつながっていきます。なのでこの病気になるこれを祝福として捉えて自分の人生を最高にするための大きな転機になるようにぜひ真剣に捉えていただけたらと思います。そしててまだ一回も病気になってななっいあなた もう本当にラッキーな人ですそういう人はわざわざ病気になるまで人生を変えるそのですねタイミングを待つ必要はありませんなので今から人生をぜひ変えていただきたいと思います。<music> えー、IQ 的に見たときにはやはり病気になって人生のパターンを、えー、バチッと切り替えられない限りり接待をずっとやるとかあるいは不節制あるいは不規則。 夜更かしこういったパターンを変えるのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思います。病気になって、いやちょっとごめん、あの糖尿だからなんとか食べれないんだとか、夜はちょっと接待ができないんだっていうふうに言うと、取引先の人とか仕事仲間も、ああ、そうですよね、とこの間だ,だって倒れたばっかりですもんねっていうふうにして扱ってくれると思います。なので、IQ 的には病気になることによって一旦ストップがかかる。 これは運気を調整するとってもいいタイミングだと思います。え、永久的には、もちろん相当焦ったと思うので、やばいなって、ずっと実はサインみたいなものが来てたにもかかわらず見逃してたなっていうのが、病気になっていた人からよく聞く言葉です。なので、今までどういうサインが来てたのか、そしてそれをどうやって見逃したのか、ということもこのタイミングで見て、そしてですね、今度そのようなサインが来たときに、 絶対見逃さないようにするこれが永久的にとっても大切なことかなというふうに思いますさてハッピーマネーワークですがあなたが今まで病気になったときにそこからどういうふうに運気が良くなったでしょうかこれも現在療養中の人もいると思うのであなたの病気からのカンバックストーリーは必ず誰かの役に立つと思いますそして勇気を与えてくれることになると思うので あなたがどうやって病気で大変だったのかそしてそこから運気がどうやって好転したのかというストーリーをぜひこの欄に書いていただきたいと思いますそしてあなたはそういったことを体験したことがなくてもあなたのお父さんとかおじさんとか取引先の社長とかあなたの先輩とかそういった人たちが病気になった後に大変だったけどそこからどう人生が良くなったのかそういう話を身近で見た聞いたりした人その人たちもですねよかったらこの欄に書いてみてください 今大変な状況にいる人そしてしばらく病気でですね療養中だったけど感ムする人にとっては涙が出るほど嬉しいシェアだと思いますのでぜひそういう体験がある方はここに書いていただきたいと思います。そして病気になったとしても全然感ムすることはできるし第二のチャンスをもらってるそういう実感がある人は書き込んでいただけたら嬉しいです。 この皆さんからのコメントを読ませていただくのが僕の魂のご質問になりますので、ぜひコメント欄にあなたの人生ストーリーを分かち合ってください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピーマネ会員をスタートすることになりました。ハピーマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。 具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハッピーマネー実践ワーク。こういったものをお届けします。 これからグローバルに展開するハピーマネー会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。